ーロが一時、対円で10年半ぶり安値。そうですね、ユーロ円安くなっちゃいましたね。そういう動きでした。はい。はい、イタリアの入札、短期債の入札自体は悪くなかったんですけども、その後、分かってはいたことだったんですが、ECB の、そのバランスシートの大きさが大きくなって、銀行株落ち、株が落ち、で、ユーロが売られて、ユーロ円も円高になりましたというのが、昨晩ですね。こういった動きを受けてなんですが、今日の東京市場の予想レンジ出していただきましたけれども、はい、77円の50銭から78円の20銭ということです。10日の動きはどうでしょう。もう企業もだいぶ休みに入っているので、日中はやっぱりこういう動きで見てていいと思います。ほとんど動きがない。そしてですね、今日もイタリアで入札があるということでポイントにも挙げていただいたんですが、はい、これ為替はどのように動きそうですか。そうですね、ちょっとイタリアの国債の10年ものの入札があるので、はい、どうなったらどうなるのかっていうのをちょっと整理しておこうかなと思います、はい、でまずイタリアの国債の入札が例えば振らわれ、規定に行かなかったとか、それから利回りが前回よりも高いということになれば、昨日の晩と一緒でユーロ売り、ということになると。でもう一つは、逆に入札が旺盛で利回りも前回よりも低くなれば、今度は交換してユーロが買われますから、じゃあドル円はどうなるのというとですね、買われた場合には、リスクオンになるので、円がやや買われるというような感じのイメージになると思います。年末で非常に商いが薄いので、こういうのが簡単に出やすい相場かなという感じで考えています。今日の入札の状況に注目ということですね。松井、さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、おはようございます。アメリカタイムも終了しました。まず15万足から見るとですね、こんな感じになっておりまして、値幅的には 47.5 ピップスですね。そして、いきなりアジアタイムでドーンと売られまして、 S1 でまずサポートですね。 S1 がですね 77.75 ですかね、77ってやつですね。このゾロね、ラッキーセブンというか777が好きですが、ここで1回持ち直したんですが、すぐ、50MA ボリンジャー上限あたりで売り込まれまして、77円60銭で、このトレンドライン引けると思うんですが、トレンドラインの下限タッチで1回上昇、そしてボリンジャーのミドルで戻り売りが入って、今度は77円55銭ですね、ところから一気に反発を始めると、ボリンジャーミドルも突破して、ここですね、ギャップもアップして突破して 7S1 も突破、ピボット付近までこうもう突破して、78円台もう一回カムバックしてところが R1 ですので、そこから若干反落してピボット付近で終了というのが15万足。そして1時間足で見るとこんな感じで、見事にフォーリングエッジをですね下抜けまして、そしたら見事に今度フォーリングエッジの上限まで到達して R1 で反落してピボット終了と、ホーリングエッジ下抜けよくあるパターンですが、下抜け上抜けピボット付近で終了ですね。これ1時間足でして、デイリーで見るとこんな感じで200円目で、タッチはしなかったんですが、頭を押さえられてブルの50円まで反落してホーリングエッジで終了というのが日足。これドル円でして、S&P 株価指数を見るとですね、15万足から見ると、値幅的には 21.2 ポイントですね。こちらの方は、ボリンジャーミドルあたりで揉み合ってましたが、一気に押しタイム下落していきまして、黄色200名、スワンなどもありましたね。そこで2回サポートされると上昇、そして R1 前日の高値でダブルトップを迎えて、1270ですね。そこから今度は一気に売り込まれると、ユーロも下落したんで、S1 サポートも一気に抜きまして、 S2、S3 と抜けて1250ですね。1250の節目あたりをサポートに揉み合いながら終了と
75分足、そして1時間足は、こんな感じで、時間足的にはこのブルーの50代目、ボリンジャーの影なんで1回反発しますが、ダブルトップを迎えて一気に下落という形ですね。このトレンドライン、割ってしまいましたので、ちょっと下落、が続きますね。ということはですね、次の反値戻しとかを考えるとですね、この200円目ですね、200円目あたりまで来そうな展開ですが、果たしてどうなるか。これ最後にというか、日足的にはですね、若干超えたんですが、 あれですね、陰線を2本つきましたので、反転と見ればですね、次は昨日200目、ボリンジャーの1244あたりになってくるんじゃないかなというのが日足です。そして最後にユーロを見るとですね、ユーロが、中間足から見るとこんな感じになってまして、ユーロは値幅的に 168.6 ピプスですね。ずっとアジアを主ため横横だったんですが、アメリカタイム寄り付き前ですね、最近多いですが、あれ寄り付き前にですね、一気にレンジブレイク、下方に抜けるとですね、S1、S2、S3 も突破して、今日は 1.291 まで、1.29 割れなかったですが、2.11 まで行って、若干ボリンジャーのミドルまで行って終了ですね。15分足、7時間足はこんな感じで、このね、ずっと持ち合いが続いてたんですよ。三角持ち合いが続いてたんですが、ここを一気によりアメリカ寄り付く前に抜けるとですね、この金200回も抜けてしまいましたので、一気にもう売られまして 1.29 タイムの前半まで行って戻して終了。これ1時間足的に見れば一番分かりやすいんですが、このずっとねトレンドラインがあったんですが、三角持ち合いのブレイクで見事に、こちらの直近の安値も突破してですね、2級割れ直前に来てると、まあ、これを見るとですね、あれですね、もう、こんな感じになりますね。次は29、26、27とかね、来ちゃう可能性もありますが、果たしてどうなるか。そして日足的にはですね、こんな感じです。そうですね、日足的には4時間足で見たように 1.27 前半とかですね、ありますが、果たしてどうなるか。そして週足的にはこんな感じですね。週足的には見事にですね、と言ってましたが286ぐらいが直近の安値ですが、このタッチあるかどうかですね。まあ、以上がテクニカルでして、こちらね、左上からブログ見るとですね、今オキパイとウォールストリート、本当にね、もう今日もアメリカは介入を支持しなかったとか言いますがね、本当にもうJP モーランとかね、ゴールドマンサックスがね、もう政府とべったりでね、もうどんどん天下りとか入れてね、もう内部情報、奴隷の介入なんかも平気でね、もうね、同僚たちに聞けばね、昔の同僚たちに聞けば簡単に同僚の介入のタイミングがみんな分かってしまいますからね、もうそういうね、インチキインサイダー、もう政府ぐるみのインサイダーとかもね、もうアメリカでも平気でやってますからね、そういうの、全く、日本のマスコミは流しませんが、そういうのに反対してですね、若者たちが頑張ってますのでね、為替に勝った、相場に勝った時はぜひですね、寄付でもしてね、
支援してあげるといいんじゃないかなと思いますね。そしてこちらがデイトレーダー六田さんのライブショー、アメリカタイム、アメリカ株についてですが、テクニカル解説、ザラブチはシカゴのフロアトレーダー実況中継もやったりしね、水金はトレーダーさんを迎えてインタビューショー、ウィークエンドはほぼ24時間テクニカルの解説でビデオ流してますのでね、じっくりね、裁量の勉強できますんでね、見るといいんじゃないかなと思いますね。そしてですね、こちらね、まあ裁量があまりうまくいかないとしたらですね、こちらね、ロボットのね、なんていうんですか、FX ロボットのね、ブログ作りましたんで、いろいろその機械的にね、トレードしたいなとか思う人、まあよく見るとですね、うさんくさいね、業者さんがもう作ってるロボットもいっぱいありますんでね、世の中何千と、まあそういうのはね、どれが偽物か本物かね、こうロボットを使ってですね、勉強していくようなね、ところを作りましたんで、こういうのもね、よかったらね、見るといいんじゃないかなと思いますよ。そしてですね、最後に Google プラスですね、こちらね、まあ私の気に入ったビデオね、これなんかもう2年か3年前ぐらいですね、75ミリオンを稼いだトレーダーさんとかね、まあ、いろんな人もいますね。もうかといえばこの人さん、もうこの人も本当に政府と企業の癒着が問題 で、日本もなんか政府と政治献金規制とかであんなことやってますが、いろいろ政府と企業のね、でも結局経団連が物を言ったりしてね、で全然お金規制したって結局経団連が、大企業を中心の経団連がですね、物を言ったりね、全くその意味がないというね、まあアメリカも日本も一緒ですが、まあそういうね、こと言ってる、ビデオとかね、いろいろあるんで、紹介できたらいいなと思います。まあそんな感じでですね、まあ今日はよく動きましたが、あれですね、まだまだ年末にかけてですね、商い薄いということで、ひょっと、忘れた時にですね、いきなり動く時もありますのでですね、最後まで気を抜かずにですね、慎重に、負けないようにですね、頑張っていただきたいなと思います。それでは失礼します。